前田大然選手ですね。足が速くてスキンヘッドでさらに目立つかなと、日本のブラックホールになってほしいですね。デブライネ選手が注目かなと思います。デブライネ選手からのパスで得点を取った選手が多くて、デブライネ選手1人でも点を取れるので彼絶対活躍すると思います。ムバッペ選手です。前回のワールドカップも圧倒的なスピードで優勝に貢献してたので、今回のワールドカップも期待したいです。リオネル・メッシ選手です。世界のスーパースターで今年最後のワールドカップと言われているので頑張ってほしいです。日本代表の冨安選手です。同じアビスパ東海ユースの出身の選手なので応援しています。デブライネ選手です。自分の好きな選手になります。日本代表の堂安律選手です。地元が一緒で中学校のチームの先輩でもあります。日本代表の堂安律選手です。同じ地元で同じチームの仲間です。森保一監督です。頑張ってほしいです。三笘選手です。ドリブルを真似してるんでぜひ頑張ってほしいです。